ちょっと待って。はい、こんにちは。こんにちは。サンポーツのまーちゃんです。こーちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は何でしょう。今日は、ちーちゃんのですね、お誕生日が11月28日に迫りまして、今日が11月の18ですね。18日、あと10日後、はい、10日後ですね。ということで、お祝いですね。サプライズバースデー、バースデーの動画になります。向こうちゃんがね、今年はやりたいってことでね、言い出しまして。そうですね。はい。まあ、去年は ね、電話してね。そう、うん。びっくりした。ちょっと話したいことが。話したいことがあるんだけど、みたいな。電話来まして、やろうってことで、今日ね、二人で集まりまして、そうです。ちーちゃんには内緒で。内緒だね。はい。で、準備をね、今ちょっと買い出しをいろいろしてきまして、まあいろいろ、買ってきたんですよね。そうです、そうです。お誕生日帽子とかね、クラッカーやらで、ニコ生をやりつつ YouTube も並行でやりたいと思ってますので、はい、はい、プレゼントもね、あるし、ありますね。ケーキもあるし、あります。ということで、サプライズしつつね、ニコ生しつつ、そう、ケーキ食べつつやっていきたいと思います。思います。はい。はい。はい。今、準備中です。あ、そうですか。カメに一個一個なんか、ちょっとね、やっていっております。事務所は総出でやっております。だって1回だってこれ取るでしょ。取る。だって2着くんだよ。だから取るんだったらいいじゃん。今言ってたじゃないですか。ならいいよ。ああ、そういうこと。あ、いやいやいや、いい。ちょっと1回ちょっといいですか。はい。1回こうちょっとポジショニングをね、確認して。必要必要。まあ、ないっすね。入れてる、入れてる。あー、まーちゃんが確認中です。はい、はい、こんにちは。こんにちは。サンポーツのまーちゃんです。こーちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、当日です。当日でございます。ちーちゃんのお誕生日サプライズ。そうですね、当日です。5分10分ぐらいでちーちゃんが到着しますので、そこでまあ、ちゃん、こうちゃんプラス明日目の、ね、メンバーで、ね、ね、はい、もいます。でもパーンってやって、わーってやってやります。はい、感動の涙をね、プレゼント しようかなと思ってます。そうですね。はいはい、はいはい、じゃあやっていきたいと思います。思います。いろいろ緊張がね、気持ち悪くなってきちゃった。なんかね、水分が欲しい。なんか私、暑くね。暑い。なんか俺らだけなのかもしんないけど、ちょっと暑い。いや、ちょっとね、皆さんにも多分ね、ちーちゃんの涙が見られた時に、ね、多分絶対歓喜がね、来ると思うんで。あのね、まーちゃんはね、もう涙ゼロって言ってるんで。泣くかな。ちーちゃんね、感情移入すると泣くんだって。あの、アニメとか映画でしょ。そうそうそう。ちーちゃんね、感情移入すると泣くんだって。それ以外結構泣かないっつったからね。えってなんないこと願う、本当に。じゃあ泣いちゃうよ。えって言われたら。結構ね、午前中取材やってるんで、ちーちゃん結構疲れてるはずなんです。そうだよね。だからちょっとね、反応がね、厳しいかもしれない。ハッピーバースデー歌う？いや、ここどうだろう、はい、ちーちゃんしかもお腹空いてると思うんですよね。そうなんですよ、うん、ご飯買ってきた。いや、なんかケンタッキーとか頼もうかなって思ったんですけど、ね、ね。
まあいっかっていうね感じで、まあ、元気があれば、はい、あもうあれね駅ついてますね多分ちちーちゃん今日かわいいよ。抱負は抱負25歳の人いやちょっとこの1年ね本気で頑張ろう何か何かをだけどね、うん、本気で頑張ろう本気で頑張ろうと思うねねいろいろ仕事もそうですけどね私生活もねダイエットもねいろいろ頑張ろうとちょっと気づいてたんだってそう若干ねほらねしょうがないじゃんだってさいやさ、どう予約するか本当に迷って私が見た時はその予約したところはなんかシークレットの会みたいな会だったのあーそれはおやおやって思っちゃったわけよおやおやって思ってで、まいちゃんさ去年も私のことおやおやしてくれてるから、うん、これもおやおやと思って中を開かずにスッとパソコン感じた感じた閉じて帰った正解だ優しさ、よかったそう、そっと言ってやつよ、そっとそうだ、そう、なんかさ、午前中もさ、結構さ、ちいちゃんとさ、なんかニコ生の話してた時にさ、うん、なんか俺、あ、だから、なんか勘づいてんのかなと思ってなんかね、なんか今日そう、ご飯調べてた時になんか感動して泣いたことあるとかなんか、例えば、みたいな感じで言って聞いてくるのなんか何言ってたのと思いながらなんか感動したことは今まであるみたいな感じでさ言ってくるからさダメじゃん何言ってんだろうと思いながらなんかまあまだ開かないかなみたいな何してたのよ一番ダメじゃん違う泣くいや感は極まったけどずっと言ってんのもなんかさ、なんだっけなイルミネーション見て泣くタイプで私が言った言葉でそんなやついんのってまだあるからねイベントがマジで、うん、まだあるからケーキじゃない気抜かないでねえー、何怖いよえマジかよえこれは違うかなえケンタッキーはさないよねケンタッキーはないなんでだってさこうちゃんがさなんかさケンタッキーって今日ずっと言ってんのよそんな言ってないよそんな言ってないよなんかさじゃだってさ、違うだってさ前日が誕生日なわけじゃん前日が誕生日でさ、何食べたのか気になるじゃん食べてないよって言った後もさ、なんかまーちゃんの目怒ってなんかさ、時々ケンタッキー食いたくなんないみたいな感じでさまたケンタッキーのワードが出てきたからさ怖いよ結構さ、前もって話してたのねあ、そうなんだでさことあるごとに大丈夫バレてないみたいな感じでさお前言ってくるわけでさお前って感じでしょお前じゃねえかお前だよじゃあそうそうこうちゃんなになにまあねケーキはね、うんまあ、誕生日ケーキだとして、うんうん、もう一つありますよねえ、何違いますよごめんね、ご飯はないのご飯はないご飯はない、もうご飯は置いといてご飯はないなんか子供が喜ぶものって言ったら何
プレゼント。正解でございます。嘘でしょ。ね、ちょっと問題を出しますんで。え、マジで超掘ってるじゃん。もう宝探し的なゲームなんで。表からは見えません。はい、はい、2、暗闇に包まれております。はい、はい、はい、夢、このヒントを参考にどこかに隠してあるものがあります。この中に、この部屋の中に、この部屋の中にありますんで探せばいいの。はい、探してください。え、何、表からは見えません。見えません。なんだっけ、暗闇に包まれております。いいね、いいね。これ、いや、わかんない。え、でも紙なんだよね。表からは見えない。あ、暗闇に包まれてる。あー、見つけました。見つけた。はい、見つけました。じゃあ結構割と簡単だったでしょ。簡単だった。はいはい、じゃあこちらに、こちらに戻ってきます。じゃあ戻ってきて。おお、お菓子でしたね。で、その、お、なんか新しい、新しいあれがありますね。え、しかもさっきめっちゃ美味しそう。早く髪見ろよ。もうやめてよ。めっちゃさ、今さ、見るよりも完全にめっちゃびっくりしたんだけど。こいつ、なんかさ、こいつの感触じゃなくて、うん、このセロテープの感触に何って思っちゃった。びっくりした。本当に触ったかと思った。はい、三和交通のサービス。サービス。ないようだな。三和交通のサービス。おやおや、まあ、不自然にね、そこがね、離れてあるっていうね。タートルじゃないの。え、だから急に難しくなってない。あったあったよ、あった。よかった。続いて、統括にもあるもの。ちょっと難しいかもしれないね。ちいちゃん多分普段使うから。うん、使う使う。あった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 。じゃあ見せてあげてください。次、くつろげる場所。これはトイレでしょ。トイレにはない。嘘、普通のゲームトイレ以外ある。一般的に、一般的にね、一般的にないよ。便座じゃねえか。またトイレ入ってるし。トイレにはないんだって。あったよね。いい運動。じゃあ、はい、続いて、はい、はい、ちーちゃんが持ってきたもの。リュックだべさ。リュックだべさ。リュックだべさ。あ、あった、ラスト。YouTube とニコ生で使うもの。カメラ。お、どうでしょうか。カメラ、カメラ。これじゃないよ。ちなみにね。やめて。パソコンはやめて。パソコンガチだこれ。やめて。やめてとか言って。カメラないでよ。オッケー。オッケー、失礼しますね。なんかこれもセクハラ行為みたいになって、え、なんか入ってる。え、なにこれ。いやー、割れた。ワンダーコーキー入ってるよ。いたずらっ子だな。いたずらっ子だな。64懐かしい。
もうさ、あそこにさ、いろんな機材があるのがもうバレてるっていうね。ここはですね、今まで使った Wii やら64やらのね、機材が入ってます。今、ちーちゃんが暮らしてる。なんか、いじめ…いじめられてる声だよ。誕生日なのに全然見つけられないですね。あった、あったよ。帽子も取れちゃった。あったよ。下の段探してたら一生見つかないよ。めっちゃ手バッチリない。なんかすっげー俺らもドッキドキやんだけど、ね、だからさ、こういう時のさ、頼むよ、え、なになに、こういう時のリアクションがさ、私さ、クソ下手くそなのよ。これはこうちゃんが、こうちゃんが某動物ツアーでシャンプーのように大量に使ってるじゃないか。え、しかもちゃんと、え、高いのに。いやいやいや、高いのに。 YouTube にね、動画が上がってるんですよ。あの、なんだっけ、芋泥棒のメイキング動画でですね、私たち3人コスプレはしまして、お化粧をね、したんだよ。そう、お化粧で、こうちゃんがね、あの、私たち2人の化粧品を使って化粧をしてたんですけど、あのね、下地なんですよ、これ。簡単に言うと、うん、あのデパコスと言いまして、割とお高めなね、そう、化粧品、よくね、よくデパコスっていう、ね、はい、それをね、見てもらえれば分かるんですけども、まあ、普通はね、半プッシュでいい、十分、うん、3プッシュもしくはまあ多めでワンプッシュだね、うん、それをこうちゃんがね、うん、すっげえ勢いでツツツツって、このシャンプーのような感覚で、そうこれちょっと男性 の人たちに聞きたいんですけど、わかんないじゃないですか。そうそうそう、わかんないよね。わかんないから、うん、なんか一回ワンプッシュやって、なんかちょっとしか出なかったんですよ、うん、なんで、あ、俺の顔はもうちょっと必要だろうなと思って、こうボブってやったんですよ。そしたらもう大クレーム大クレームって言うと、もうクレームっていうより爆笑よね。私のね、ミッション、ちーちゃんに、そう、でこれね、種類がなんか3つぐらいあるんですよね。聞いてた聞いてたよ、まーちゃん。なんか、分かんなかったんですよね。どれだっけ、どれ使ってんすかみたいな感じで聞いてた。しかもさ、豪雪のさ、あのさ、二人でブースの前立って配ってる時に、それとなく、なんか化粧の話をして、いつもそういう話ばっかしてるからさ、そうそう、全然気づかなかった。ちーちゃん、下地、何使ってんすかみたいな全然気づかなかった。普通に超嬉しいけど、なんかこれでポンって見た瞬間にめっちゃ笑った。これ、あの、発案者こうちゃんだ。あ、そうなんだ。わーい、うれぴー、ありがとう。ありがとうございます。よかった、見つけられて。では皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。お疲れ様でした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。